私実はドナルド・トランプって人に初めて会ったのが30年前、なんかもう筋金入りの愛国心っていうか徹底的な減税だ、アメリカがシンガポールみたいになっちゃうっていう、うん、結果的に政府の税収が増えちゃった、シンガポールとかドバイとか、そうそう、知恵と努力で国を発展させてますよね。こんにちは、カズです。ユキです。越境 3.0 ありがとうございます。ありがとうございました。これやりたかったんですよ、これやりたかった、やりたかった、 ありがとうございます、今日はスペシャルゲストです。及川ゆきひさんです。どうも皆さん、はじめまして、及川ゆきひさんでございます。よろしくお願いします。うちの越境 3.0 チャンネルの視聴者は、はい、おそらくほとんどの方がもう多分及川さんのチャンネルご覧になってると思うんですよ。よくね、似たようなテーマをね、そうですね、取り上げる時あるので、はい、僕もねすごい参考にさせていただいて、及川さんこういう話が、こういうネタがあるんだと思って、で僕もちょっとそれをリメイクして作らせていただく。私もそうです。あります。私も一挙3.0を拝見しながら、あ、そうか、こういうテーマがあったんだっていうふうに。あ、そうですか、ありがとうございます。ありがとうございます、本当に。で、及川さん、まずは選挙お疲れ様です。どうも、ありがとうございます。もうちょうどね、なんでこうなったかというと、私の東京の新橋駅での凱旋にカズさん来てくれたんですよ。終わった後に前で喋ってる時は全然気がつかなかった。夜だったからね、暗くて、はいはい、顔が見えなかったんで気づかなくて、終わった後お一人お一人と握手してる時に、あ、越境 3.0 だ。そうびっくりしました。あ、越境 3.0 だ。そうそう、いや、すごいびっくりしました。そうで、あれ僕がお声掛けしようかなって思ってたら、及川さんの方からガーって来ていただいて、越境 3.0 だからいつもなんか YouTube で見てる人が目の前にいるとびっくりしますね。僕もね、及川さんがやっぱ演説されてるの見て、あ、本物の及川さんだと思いながら見てましたけど、お互いそんな感じですよね。ねえ、そういうの機会にちょっと及川さんといろいろとメッセージやり取りさせていただいて、はい、ちょっとコラボしましょうということで、今日はご紹介いただきまして、ね、本当にありがとうございます。こちらこそありがとうございます。はい、及川さん、その選挙の時に、うん、及川さんの一つそのメインテーマとなっていた、はい、ジャパグレ、うん、ジャパングレイト、ジャパングレイト、僕あの言葉がすっごい大好きで政見放送も見ました。はい、ありがとうございます。近未来小説ふざけた政見放送ですいませんでした。あれめちゃくちゃ、あれ本当に本にしたらいいんじゃないですか。はい、なんかしたいなと思ってますね。漫画にしたいとかアニメにしたいとかいろんな話が今来てるんですけど、なんかしなきゃいけない。映画化とかね。そこまでいくかどうか分かんないけど、うん、でもなんかでもこうこのまま続けていきたいなと思ってね。あれはいいですよ。はい、実現するまで続けたいと、ねえ、はい、で僕はその新橋の街頭演説の後、はい、実は大塚での最後の演説、あれは現場には行けなかったんですけど、うん、僕あれ YouTube で見て、うん、なんかすごい目頭が熱くなってきちゃって、いやいや、もう恐縮ですね。うん、でなので、越境 3.0 チャンネルの視聴者の皆さんは、うん、もうすでに及川さんのチャンネルご覧になっている方も多いと思うんだけど、うん、ここで改めて、うん、はい、ジャパグレっていう考え方、うん、その及川さんがこのみんなに伝えているその考え方をですね、聞きたいなと思いまして、はいはい、元は実はトランプ大統領で、うん、私実はドナルド・トランプって人に初めて会ったのが30年前会ったんですか。うん、で私がニューヨークのウォール街の投資銀行に勤めてる時ですね。でその時に私が勤めてたメリル・リンチって当時あった会社が、うん、朝の朝食会があって、うん、でその朝食会のメインゲストとしてトランプさんを呼んだ。で、まあ、当時トランプさん40代、うん、40代でニューヨークでは有名になった頃ですね。うん、まだ全米ではそこまでじゃなかったけど、ニューヨークで有名になられて、もうすでに不動産王、不動産王となって、トランプタワーを建てた後だったと思います。でトランプさんが講演されたんですよ。うんうん、でその時にトランプさんが言ってたのが、メイクアメリカグレイトアゲイン。その時から言ってたんですか。その時から言ってました。へ、要するにもうちょうど80年代の末、90年前後この頃だったんですけど、アメリカがもう衰退して、うん、もうこのままだったら日本にも抜かれるし、うん、アメリカが世界の覇権国じゃなくなると、これでいいのかと、うん、もう一度アメリカを偉大な国にすべきなんだ、それでアゲイン、うん、不動産会社の社長さんなのにこんなことを考えてんだと思って、すごい印象に残ったんですよ。なんかまさにね、大統領向きというか、そう、そういったリーダーシップ的な発言ですよね。でしたね。それを本当にそうしたいっていう、なんかもう筋金入りの愛国心っていうか、うんうんうん、そしたらそれをやる立場になられましたよね、その後ですよね。うん、20数年後に大統領選挙出てこられて、そのメイクアメリカグレートアゲインっていう言葉をずっと言われたんで、うん、でもそれは待てよと、うん、今の日本こそそうじゃないかと思いましてね、うんうん、日本をもう一度やっぱり偉大な国にっていう、うん、というので、まあ、それをパクったわけです。そうか、でもその思想ってあれですね、はい、まあ、結構前々からある思想であって、うん、しかも及川さんのトランプ応援歴って結構長いんですね。きっかけで言ったら30年になる
ありますね、はい、30年間ずっと、まあ、トランプをウォッチしているという、うん、でも正直あの2016年に、うん、の大統領選挙にトランプさんが出てこられた、だから2015年に立候補表明されたんですけど、うん、その時はさすがにね、いやこれ無理じゃないかなと思いますよね。結構なんか外から見てるとなんか割と過激な印象ってあるじゃないですか。共和党の中でも決して歓迎されてなかったし、うんうんうん、だからこれはちょっとで支持率低かったですね最初、2016年の大統領選挙はあのヒラリーが向こうから共和民主党が出てきた、ヒラリーですね、その時に共和党が19人ぐらい立候補者いたんですよ、うん、予備選で、共和党の予備選で、うん、でその中でほぼ最下位の方でした。支持率が 4% ぐらいで、うーん、そうだったんですね、うん、でも、うん、でもそれがあれよあれよという間にね、うん、どんどん上がってきちゃった。で最後残ったのはトランプさん、うん、なんか熱狂的なファンがすごい多いですよね、うん、多かったですね、すごく多かったですね、うん、でも私はでもその時に私はやっぱりトランプさんがその時出してきたアメリカをもう一度偉大な国にするための政策、この政策が素晴らしいと思ったんですよ。どういう政策なんですか？減税です。減税と規制緩和、アメリカの規制が多すぎる、とにかく規制をなくす、で規制の最たるものは増税なの、うん、税金をなるべく安くするという、これを最初から打ち出してたの。うーん、それもねもうね徹底的な減税だった。徹底的な減税、徹底的な減税、例えばどういうのがありますか？まずあの企業の法人税、法人税があの当時でアメリカの連邦クラス、国の法人税が 35% ぐらいで、まあ、世界で一番高いぐらいだったんですよね、うん、これを 15% にした、うん、35を 15% ですから、うーん、もうものすごい下げ方なんですよ。うん、そうですね、でインパクトありますね、うん、15% って言ったらもうほとんどあのシンガポールかなんかと一緒ですよ。うん、それがアメリカがそうなっちゃう、アメリカがシンガポールみたいになっちゃうっていう、うん、それをあの公約に掲げて、でも実際に大統領になられた後にこれを実行しようとして、うん、でも共和党が 15% は低すぎるだろうと、うん、それはいくらなんでもできないよって言うんで、で 21% になったんですけどね、うん、でそれでも 35% が 21% になったんで、うん、これが今だに効いてます、うん、ものすごい下がった。であと個人の所得税、これもアメリカ高かったんですけど、これをぐっと下げたかった、これこそねものすごく下げたかった、うん、でもこれはねあの身内の共和党の、まあ、抵抗にあって、うん、まあちょっと下げるだけで済んだんですよね、うん、でも一番大きかったのはアメリカって中小企業の経営者が多いんですよね。ああみたいですね、うん、あの元々ベンチャーの国なので、ね、ベンチャー気質がやっぱりありますし、そういう制度もずっとアメリカはありますかね。だから中小企業の経営者ばっかりなんですよ、うん、でもその中小企業の経営者がなかなか発展できない理由の一つが、うん、中小企業の経営者の税金の高さだったんです。でこれトランプさん自身が中小企業の経営者、うーん、そうですよね、もともとね、もともとあの中小企業大富豪とか言ったって中小企業の経営者、もともとは中小企業の、ね、スタートから始まってるでしょうし、だからこれをなんとかしたいっていうのがトランプさんの中にあって、うんうん、中小企業の経営者の減税、うん、これパススルーっていうんですけど、これをねやったんですよ。うーん、これがすごい効いたんですよ。それで大多数の中小企業の経営者の所得税の税金なんですけど、これが一気に下がった、下がった分だけ余裕ができて、うん、で中小企業の経営者が今まで社員増やせなかった分を増やしたりとかして、うん、であそれで景気が回ってきて、結局結果として税収が増えていく、税収増えた、減税をすることで税収が増えていくっていうことを考えですよね。今まで働かなかった人たちに雇用が与えられる、ちょっとでも働いてくれたら所得があるわけですから、うん、所得税がちょっとでも払うようになって、払うという結果的に政府の税収が増えちゃう。あそうか、消費も増えるでしょうからね、その通り収入が増えていけば、うん、だからあのトランプが減税、その大減税なんかやったら、うん、政府の税収減るに決まってんじゃないかと、うん、というふうに誰もが思ったわけですよね、うん、ところが逆に増えちゃったんです。うーん、トランプさんはやっぱりその辺もちゃんと、まあ、結果を見込んだ上で多分そうだと思います。減税政策っていうのを出していったわけですかね、うん、多分そうだと思います。うん、でもこれは実はトランプのオリジナルっていうよりも、うん、共和党っていうのは本来減税制って共和党の中に税金をなるべく低くするっていう発想がもともとあったんですよね。一番は1960年代70年代ぐらい、まあ、レーガンが出てくるもっと前ですね、フラットタックスっていう考え方があって、個人の所得税を累進課税じゃないですか、これやめる、累進課税やめて全員同じ税率、同じ税率、はあ、金持ちも金持ちもみんな税率同じ、全員同じフラットだ、全くフラットにする。その代わり控除をなくす、控除、なんとか控除とかなんとか優遇税制とか、はいはい、こういうのをなくす。そうするとどうなるかっていうと、税金集める側が集めやすくなる、うん、フラットだから、うん、控除がないので抜け道がなくなる。うん、そうなるとなんか
事務手続きなんかが全部シンプルになって、はい、そこコスト削減になりますよね。結局あの金持ちの 税率を高くすると金持ちっていうのはその通り払わないので、うんうん、まあ、節税を考えて、まあ、いろんな、ね、テクニックを使いますよ ね。そのために控除もいっぱいあるから、うんうんうん、でそのためにいろいろ労力を使うわけですよね、うんうん、でまたいろんな専門家雇ったりとかして、そうですね、役所だってね、まあ、それの調査入ったり計算したりとか、まあ、多分それの辻褄回すとか多分大変なコストがかかってるでしょうからね。双方がコストと時間がかかってるわけじゃないですか、うんうん、でもそういうのをやめちゃったら、うん、みんなシンプルになって、うん、でもともとその税率が低くしたら、うん、それだったら節税する必要ないな、うんうん、となると税金を払う人の数が増えて、うん、その方が税収が増える、うん、そういうあの税金に対しての思想がもともと共和党にあったんですよ、うん、でトランプさんは最終的にはフラットタックスまで持ってきたかったんですよ、うん、そこまでいけない、いけないから、うん、まずは個人の所得税を下げる、うん、多分2期目はそれやりたかったんだ。そうか。で及川さんの考えというのは、まあ、そのトランプさんの考え方を、まあ、継承して日本がそのメイクジャパングレートアゲインということ で、うん、で基本はその減税路線を、そうですね、日本こそそれができるんじゃないかな、うん、日本も結局あの本来税金払うべき人、うん、税金払うべき人のうちの半分しか払ってないんですよ、うん、あとの半分はなんだかんだで払ってないんですよ、うん、それはやっぱ控除があったりとか、うん、抜け道をうまく使ったりとか、うん、そうですよね。だからね、結局シンプルにしてしまえば、うん、抜け道がなくなればね、うん、そしたら払うべき人もみんな払う、うん、入手すればフェアだし、フェアですね、というのが、まあ、元の考え、うんうんうん、共和党的な考えで、私がそのアメリカにいた時にこの共和党の発想を知ってね、うん、あ、こっちのがフェアでいいなと思ったんですよね。あ、でその及川さんの言っているその減税の考え方っていうのが、例えば今で言うとシンガポールとかドバイとか、うん、そうそう、そういうところになんか割と近い、近いですね、うん、だからあのシンガポールはそれを本当に実践してますよね。うん、シンガポールもドバイも産油国じゃないですからね、うん、はい、うん、ドバイもそうなんですよ、うん、石油が潤ってそれで国民に還元してるわけではなく、うん、ないで、で自分たちなりに工夫して、うん、であの外国の資本を集めたりとか、うん、そういうプランを作ってる、うん、だから知恵と努力で国を発展させてますよね、うん、でシンガポールもそうですよ ね、 そうですね。シンガポールなんかは、まあ、カジノなんか持ってきたりとかもしてるけど、うん、でももともと小さい国なので、あそこも貿易のハブ、貿易のハブですね、ですから貿易のための外貨準備を結構作ってますよね、貯めてますよ ね、 あのシンガポール投資庁とか、はい、なんかあの政府系ファンドが、うん、やっぱり貯まったお金を、ね、ただ持ってるかじゃなくて運用しますからね。私はね、ロンドンの金融機関にいた時に、うん、政府系ファンドの運用してる会社にいたんですよ。そうなんですか。だからね、年金と政府系ファンドが大きなお客さんだった。そうなんですね。ひょっとしてあのアディアとかもいました、アブダビ投資庁とか。あ、ね、多分こんな一部だけ扱ってた。いろんな ああいうところってとにかくファンドが大きいから、はいはい、世界中の運用会社に分散して預ける。そうかそうか、ちょっとずつちょっとずついろんなところに。でね、多分、ノルウェーが一番大きかったかな、うん、ノルウェーの政府系ファンドとか、それから産油国系はほとんどちょっとずつやったと、うん、で日本の年金もお客さんでいたんですよ。でも見てて日本の年金が一番ずさんだ。ずさんだったんですか。もう投資なんて発想じゃなかった。へえ、うん、だけど政府系ファンドは必死ですよね。もう でものすごいパフォーマンス出すし、うん、やっぱその彼ら特に産油国の政府系ファンドなんかはやっぱり石油はいずれ売り物にならない時代がやってくるっていう、はい、結構危機感持ってるんですよね。それがすごい。 そこに油かいてないですね。そう、油かいてない、うん、だから石油なんて寝てても、ね、金になるんじゃないか、寝てても出るんじゃないかって、うん、多分僕らからしてみたら思うんだけど、うん、やっぱり石油がもういずれピークアウトしていくっていうのを彼ら危機感持ってますし、うん、まあ、ピークアウトっていうのは枯渇するわけではなくて、うん、売り物にならない時代が、うん、やってくる。で、まあ、特にヨーロッパ中心にね、その SDGs だのなんか、ね、CO2 排出削減だのになって、環境エネルギーの、バイデンさんもそうですけど、はい、なってるじゃないですか。でその時のやっぱりやり玉に上がるのは必ず産油国なんですね。ですね、うん、バイデンもサウジアラビアとかを攻めてるし、産油国の石油作る過程で出てくる CO2 排出量いろいろ言われますからね。でもそれを随分前から見越して、うん、で石油で得た収入を全部使っちゃわないで、うん、ちゃんと貯めといて、そうです、でかつそれを運用する。これはね、日本の政治にない発想だ。そうですね。しかもなんかいくつもありますからね、政府系ファンドが一つの国に一つじゃない、うん、ないですね、今いくつもありますね。で競争させてますもんね。競争させている、うん、だからそのね、政府系ファンドのお話なんかもまたちょっと及川さんのチャンネルの方で、あ、ぜひね、ぜひそれをさせていただけたらな、ね、ちょっとね、シンガポールとかドバイとかを見習ってなんか日本もね、政府系ファンドとかちょっと考えてみたらいいんじゃないかなと思うんですけど、その今言われたそのシンガポールはあの GICっていうのとテマセクっていう2つの政府系ファンドがあって、うん、両方ともね、と
んでもないパフォーマンスじゃん。で運用がただ単になんか株を買ったり売ったり買ったりするんじゃなくて、うん、あの長期運用で世界中の不動産、例えばロンドンの中心街に複合オフィスができるとしたら、はい、もう絶対儲かり決まってるわけですよね、うんうん、でそこに投資してで長期で利益を、日本でも東京だとか主要都市 の, あの大きな不動産が不動産開発があったらすぐそこに入れて、うん、結構シンガポールの政府系ファンドっていうのはあの貿易で稼いだお金の積み重ねなんで、うんはいはい、多分産油国とはまた違った運用方法っていうか、うん、運用コンセプトがあると思うんですよね。そうですね。でそれで儲かったお金、利益が出た分を政府予算に持ってくるので、そう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 、まあ、それもね日本もそういうことをやった方がいいんじゃないかなと思いますけど ね, いいですよね。及川さんそれをねあのジャパグレの中でそういったことを歌ってましたし、街頭演説でもそれをお話しされてたんで、うん、そうすればあの税金がどんどん低くなって最終的にはなくなるんじゃないか、うん、そこまでちょっと持っていきましょう。はい、はい、ありがとうございます。で及川さんの新刊、はい、こちら今世の中で起きている本当のこと、あどうもありがとうございます、はい、こちらねものすごい面白い内容で本当あの世界を知ることができますので、ね、陰謀論の本ですけど陰謀論の本ですけどこれこういうの知っといた方がいいと思います、はいはい、陰謀論をもうちょっとガラス張りにできないかなと思って、あいいですね、うんまあ、かなり読みやすい本になってますんで、あの関心のある方はぜひ概要欄のリンクの方からご購入して読んでいただけたらと思います。ということでまたあのこれを機会にねいろいろとコラボさせていただければと思いますので、はい、よろしくお願いします。ぜひよろしくお願いします。ありがとうございました、はい、越境 3.0 チャンネルではこういった世界の情報をお届けしております。毎日夜8時に更新しています。世界の情報をもっと知りたいなと思った方はぜひチャンネル登録していただけると嬉しいです。本日も最後までご覧いただいてありがとうございました。せーの、 Here we go。世界とつながりたいあなた待ってます。